準決勝戦自由レースで1着ファイナル進出の船橋池田正勝選手です。ファイナル進出おめでとうございました。今日はお誕生日ということで、はい、お誕生日の1着もおめでとうございました。今日のレース、まあ、スタート位置的にはですね、決してこう楽な位置ではなかったんですけれども、朝のスタート練習を見てて、まあ、いい感じで切れてるかなと思ってたんですが、ご自身その今日のスタート感に関してはいかがですか？朝フライングばっかりだったんで、ちょっと気をつけてみました。やっぱり8枠はちょっと遠いですよね。そうですね、はい、今1、2コーナーで、まあ、中盤点つけて、あと、まあ、3枠展開になって、まあ、4周目にちょっと展開的な部分もあったんですけれども、その辺の感じとしてはもうちょっとこう前を見ながらチャンスがあればという状態で走られていましたね。そうですね、まあ、余裕はなかったんですけど、はい、まあ、ちょっとずつ詰まっていく感じはあったんで、まあ、チャンスがあればと思ってました。はい、頭に立ってからっていうのは、池田選手なりにペース的なものはいかがですかね。タイム的には3秒間して決して悪くないと思うんですけど、なんか乗りづらくて、はい、グリップ操作がちょっとおかしかったんです、はい、決していいペースではなかった。なるほどですね。あ、じゃあ優勝戦に関しても、そこら辺も考えながらも調整ということで、はい、まあ、じゃあ最後にあの優勝戦の意気込みをカメラに向かって一言お願いできますか。優勝できるように精一杯頑張ります。はい、ありがとうございました。ユーティリスで1着、ファイナル進出の浜松金子大輔選手です。優勝おめでとうございました。ありがとうございます。優勝を決めた今の率直な感想をいただけますか。まあ、思想の感じが良くなかったので、はい、嬉しいですね。レースをちょっと振り返ると、3番手でですね、前が重なって厳しい展開になってたと思ったんですけれども、浅香選手をかわせて2番手に上がったあたりでちょっとこう展開が良くなった感じですかね。そうですね、あそこ割れたのが良かったですし、はい、まあ、あの序盤1周目のバックでいいところつけられたので、はい、序盤の位置取りがですね、良かったんです。これはやっぱりこういう大会ですから大きいですよね。そうですね。で、あの枠番選択でですね、ピンに手が行かれてからちょっとしばらく時間がかかってたと思ったんですけれども、はい、あの辺はこう どの辺をこう考えてちょっと迷われて、まあ、自分の切る位置と、はい、あ、次選ぶ人がどこ取るのかっていうのをちょっと想定して、はい、それで2を選びました。結局2号車を選択されたんですけれども、はい、この2号車を選択されたことによってその優勝戦の金子選手がいたという理想の展開なんかっていうのは、まあ、そうですね、どっちみち切んないとどこの枠でもダメなんで、はい、まあ、それに関してはですね、いいスタートを決めて早めに自分の展開に持ち込みたいという感じですかね。そうですね、はいはい、それでは最後にあの優勝戦の意気込みをカメラに向かって一言お願いします。はい、そうですね、エンジン仕上げて優勝できるよう頑張ります。はい、どうもありがとうございました。はい。